こんばんは。3月26日木曜日のデイリーアップです。関ヶ原町にあるギャラリーカフェのんのんがオープン10周年を迎え、記念イベントが行われました。のんのんでは月1回好きな楽器を持ち込んで音楽とコーヒーが楽しめるカフェライブを開催しています。音楽好きが集まるカフェの記念日にはゆかりある人たちが大勢集まりました。お預かりの皆様のご健勝を記念しまして乾杯。どうもありがとうございました。オープン10周年を祝うためのんのんには大勢の人が集まりました。祝いに駆けつけたのはカフェのファンや通い続けている音楽好きの皆さん。町のお休みどころとしてオープンしたのんのんですが、7年前からは月に一度誰でも気軽に参加できるカフェライブを始めました。8年ぐらい前にギターを抱えた人が時々来てくだれて、もう何時間も弾いてるんですね。一緒に歌いながら楽しかったんです。こういうことできるといいな、場所できる場所あったらいいなっていうから、いつでもいいよってことで始まったんです。マスターの楽しいひとときが形になって、開始以来カフェライブには毎月多くの音楽好きが集まってきました。多い時で20組以上、今では音楽を通じた交流の場になっています。音楽のつながりの新しい知り合いの方とかが増えたのはすごくやっぱり良かったですね。ここでいろいろ生まれたロマンスもね、多いと聞いてますが、まあ、私たちもここで育てていただいて、見事オールインできたわけですので、やっぱり何かそういうね、心の栄養っていうか、育まれる何か。10周年記念のスペシャルゲストとして招待されたアコースティックギターデュオ12。昨年結成し、東海地方で多数ライブを開いています。2人が出会ったのもこののんのんです。いや、どれも懐かしいですね。どれも懐かしいですね、本当。それぞれ単独で活動していた2人は5年前カフェライブで出会いました。いや、本当懐かしいの一言なんですけど、ここの、のんのんさんを知って初めてライブに来た時に、ノブが演奏をしてたんですよ。で、その演奏を聞いてですね、この年代でそういったギターを弾いてるやつが、あ、こんな近くにいたんだ。さらにのんのんで出会った仲間が2人を後押ししました。多分周りからそういう雰囲気になったのかなと思って、2人のこのセッションが聞きたいっていう声があって、正式にユニットを組んで演奏しようかという。仲間が背中を押し、のんのんから誕生したユニット12。10周年ライブでも感謝を込めて記念の日に花を添えました。この2人が結成するきっかけになった場所がもうここなので、ここがなければ今の12はないと。もう皆さんすごい優しく温かく出迎えてくれる。で、初めて演奏する方も一緒になって、そのフリーライブっていうのも作っていくっていうのがやっぱり一番大きいかなと。音楽好きがつながり、多くの出会いを支える交流の場のんのん。10周年を迎え、また新たなスタートを切りました。